本当に調べたんかよ。何にもせずにぼーっとしてただけにしか見えないんですけど。皆さん、お帰りだらも。気に入った場所は見つかったかな？お、なんかもう夕方になった。まあ、とりあえず寝泊まりしてみて、不便に感じてくることがあれば、また相談してくれたらいいだらも。さあさあ、それよりこれで別に寝る場所も確保できたわけだし。ちゃんと寝袋はあるよね。私、暇つぶしを選んだんやけど、持っていくもの。今日は親睦会も兼ねて、この広場でキャンプファイヤーをやりたいと思います。もちろん無人島生活らしく、必要なものも現地調達するだもん。そうね。よし。道具はあるんかな？貸し出しかな？それじゃあ分担はこうするだらも。ハンナさん、くるぶしさん、豆吉、つぶ吉の4人はここで会場の設営を。アイナさんと僕は燃料になるものや食べられそうなものを集めるだらも。さあ、そうと決まれば早速準備を始めるだらも。アイナさん、集めてくるものを相談したいから僕に声をかけてちょうだいね。言ってくれればいいじゃん、今。あ、すごい、掃除しだした。掃除しよるし何か作ろうとしよる。君は何をやってるんだい？なんかすごいね。てかこれ画面回したりとかできんの？できん。何しよるかわからん。さてと、アイナさん。まずは火を起こすときに使う細めの枝を拾ってきてちょうだい。僕があらかじめ集めた分もあるから、そこら中に落ちてる木の枝をあと10本拾ってきてくれたらいいだなもん。ワイヤー足元のものを拾えるから、木の枝を見つけたら近づいて拾ってちょうだい、拾ってちょうだいね。ワイで。ふんふん。僕は待ってる間に、この島の木に生えてるリンゴらしき実の、リンゴらしき実の正体を調べておくだなもん。リンゴではないのか。じゃ、よろしくだなもん。得体の知れない木の実を食べさされるのか。10本って言ったね。さっきなんか、細い木の枝、これこれ。1本。2本。はい、3本。地道な作業やね。4本。あれかな？次々なんかチャーター便がやってきたりとかするんかな？それで動物たちが増えていくみたいな。これで7本？すごい、水面がすごいキラキラしとる。綺麗。今何本やっけ？ 7 本やっけ？ちょっといまいち。まあ、これを8として、9。タヌキチ動いてなくない？ちゃんと調べよる？これで10かな？あ、10や。オッケーオッケー。はい、集めてきた。お、アイナさん、どうやら無事に木の枝を集めてきてくれたみたいだなもんね。それじゃあ一旦こっちで預かっておくだなもん。はい、どうぞ。無人島移住を希望する人だけあって、さすがに仕事が早いだなもん。なんかめっちゃ片手で掃除しようんやけど。あのほうきって両手で持つようなほうきじゃない？じゃあ次は食べ物の調達だなもん。木の枝を集めてもらってる間に、島の木になっている実について調べておいただなもん。調べるだけで集めはしないんだね。リンゴに見えたあの実は、正真正銘、紛れもないリンゴだということが分かっただなもん。まあそうでしょうね。ということでアイナさん、今度はリンゴを人数分の6個収穫してきてほしいだなもん。1人1個？容量のいいアイナさんには説明は余計かもしれないけど、リンゴのなってる木を A で揺すって、実を落としてから拾えばいいだなもん。それじゃ、もう一っ走りよろしくだなもん。本当に調べたんかよ。何にもせずにぼーっとしてただけにしか見えないんですけど、間違えた。6個よね。ってことは、まあ、木を2つほど揺すれば、ごめんね。くるぶしのテントの周りのリンゴはすべてもらってくから、夜お腹が空いたりとかしたら、あ、あるわ、ここに。じゃあ大丈夫か。座れるんかな、これ。座れねえだと？なんてことだ。3DS より遅れてるじゃないか。あ、アイナさん。どうやらリンゴの方も問題なく収穫できたみたいだなもんね。それじゃあリンゴも預かって、大急ぎで準備を進めるんだもん。はい、どうぞ。カゴとかには入らんのかな？お、暗くなった、すっかり。まあ、キャンプファイヤーやもんね。さてさて、これで準備は整ったんだもん。それじゃ、キャンプファイヤーに点火します。イエーイ、楽しみー。あれは？パニーは？パニーはやってこないの、キャンプ場なのに。皆さん、改めましてようこそなんだもん。僕はこれまでいろんな土地で商売や不動産業をやってきたけれど、この無人島移住パッケージは僕のこれまでの経験の集大成として、
立ち上げた一世一代の新ビジネスなんだもん。当初の計画よりは少ない人数でのスタートになっちゃったけど、ま、でもこれぐらい人数で始めて、ここから徐々に広げていく方がやりがいもあるってもんだなもん。この無人島移住やけん、まあ、徐々に発展していくわけやん。それにつれてお店とかもできていくってことかな。というわけで皆さん、でもお店が最初に一個もないっていうのはちょっとなんか、ね、不便やね。というわけで皆さん、皆さんもこの無人島の一員として、あれ？よく考えたらこれだけ住民がいたらもはや無人島とは呼べないだろうもん。いや、まあ、どうした？そうだろもん。僕たち最初の住民でこの島に名前をつけるだろもん。一人一人アイデアを出し合って多数決で決めるんだもん。今から少し考える時間をあげるから、みんなが考え終わったら、せーので発表するだろもん。ふんふんふん。島の名前を提案してね。島の名前は変更できません。ふんふん。なんかこの島の呼び方は、島、島、島の3つから選べるみたいなこと言ったけど、どうしよっかな。あゆな島になったら私トモコレと一緒になるやんか。えけんさ、あれよね。あゆな。あゆな島にする？読み方。あゆな。オッケー。島にするわ。島でもまあ、おかしくはないやろ。オッケー。提案します。はいはい、そろそろいいだなもん。でもみんなで意見を出し合うというのに自分の名前をつけるっていうこのね、ずうずうしさ。じゃあみんな一斉に名前を発表するだなもん。せーの。ワイルド、タヌキ、ダナモ。え、もう一人はストレッチ？うんうん。みんな見事にバラバラで、どれもとってもいいだろも。この中からどれにするか。順番に名前を言うから、賛成なら拍手をするだろも。ダナモ島ってちょっと可愛いけど。じゃあ、異色のネーミングセンスが光っていたアイナさんの提案から行くだろも。ごめんね、異色で。え、でも、タヌキに近くない？自分のこと、自分のことっていう風な考え方としたら。アイナさん提案の名前は、アイナ。みんな拍手してくれてるじゃないか。おっと、いきなり全員が拍手とはすごいだろも。全員が賛成なら、もうこのアイナで決定しちゃっていいだろも。おこう、もちろんだよ。オッケーです。嬉しい。じゃあ今日からこの島の名前はアイナで決まりだろも。ちなみにアイナさん、島の呼び方はアイナ島、アイナ島、アイナ島のどれだろも？アイナ島にしていこう。うんうん。じゃあ今日からここはアイナ島ってことで。それじゃあアイナさん。アイナさんはこのアイナ島の名付け親ということになるので、今後もアイナ島の重要な決定はアイナさんに相談させてもらおうと思うんだもん。おー、なんかめちゃくちゃ重大な、責任重大な感じに。言うなればアイナさんはアイナ島の島民代表だろもん。まあ自己紹介した途端に多分わかるよねみんな。アイナ島のアユナです。この人の島やなってなるよね。アイナさん、島民代表に就任した挨拶として何か一言お願いできるだろもん。頑張ります。ゆるい感じで。イエーイ。さて、無事島の名前と島民代表も決まったし、すっかり遅くなっちゃったけど、今から乾杯するだろも。乾杯？お酒？何それ？かわいいなんかグラスが。皆さんグラスは手に持ってるだろも。島民代表のアイナさんに取ってきてもらったリンゴで作ったフレッシュジュースなんだもん。では、アイナ島と皆さんに幸あれ。乾杯。あ、もしかして、島の果物とかもそれぞれ違うんかな？うちはリンゴやったけど。他の人のとこはオレンジやったりとか、するんかな？リンゴジュースで乾杯したら、もうオイラたちは家族みたいなもんだな。兄貴と思ってくれてもいいぞ、でっさい。座ってるかわいい。まだ会ったばっかりなのに、こうやって一緒に火を囲んでると、昔からの立ち見たく思えてくるね、だってね。かわいい。アイナ島、アイナ島。声に出して呼びたいいい名前ですね。素敵な提案をしてくださってありがとうございました。いえいえ、そんな、自分の名前をつけただけ。アイナさん、楽しんでくれてるだろも？今日は夜通し火を焚いてるから、疲れたらテントに戻って休んでくれてもいいだろも。まだまだ楽しみます。はいはい、好きなだけ楽しんでちょうだいね。休みたくなった時は、テントに戻る前に一声かけてちょうだいね。渡したいものがあるだろも。ふんふんふん。まだ話してないから。このキャンプファイヤーは一日中燃やし続けますので、疲れたら自由にテントに戻ってください。ただ、テントに戻る前にお渡しするものがありますので、社長に一声かけてくださいね。ふんふん、オッケー。
ってことでもうそろそろ休みますか。休もうかな。オッケーだろ。じゃあこれを渡しておくだろも。何？葉っぱ。そこは変わらんねやね。キャンプ用のベッドなんだもん。テントの中で広げて休んでね。お、寝袋じゃなくてベッドくれるんや。ありがとう。あと、テントの中に置いてある箱の中身は、支給品のキャンプ用品だから、開けて自由に使ってくれていいだろ。箱を開けたり、物を使うときは A で、ベッドに横になりたいときは、L スティックで寝転がればいいだろ。明日から本格的に島の暮らしが始まるわけだし、今日はゆっくり休んでちょうだいね。それじゃ、お疲れ様。お疲れ様でーす。ってことで、自分のテントに向かいますか。あ、もうあっという間に音楽が変わったわ。へい、私のテント。あ、はなちゃんと同じテントの色かと思ったけど違うんやね。なるほど。黄色やった。はなちゃんオレンジやったし。これが支給品か。ラジオや、ラジオ。ラジオとランプ。ふんふんふん。待って。これどういう風に。あれ？これ以上奥に持っていけんのか。なるほどね。キャンプベッド。この辺に飾る。おー。迷彩柄やった。このまま少し眠っちゃう？眠りましょう。横になるだけとかもできるんやね。時間経過ってこと？うとうとしてきた。何？なんか徐々に引き込まれていく感じ。なんかトタケケ出てきたけど。トタケケとかも出てくるの？合間だけ？いや、ついに一人で暮らす決心をしたんだね。いいもんだよ。ああしろこうしろと指図する人もいないし、好きな時に好きなようにやったらいいんだもんな。一人で自由気ままに暮らすのは素晴らしいよ。どうした？だけどさ、一人で暮らすとなると、ふと寂しくなることもあるんだよな。夢かな、これ。そんな時、すぐそばに仲のいい友達がいてくれると、全然違うんだけどね。友達の笑顔って、やっぱりいいもんだよ。どうしたの？めっちゃ語るね。一人で長々と喋っちゃってごめんな。もうそろそろ、目を覚ました方がいいよな。あ、そうそう。この世界では、一人で暮らすより大勢で暮らした方が、きっと楽しいと思うよ。たくさんの友達が、君の場所に遊びに来てくれるといいね。通信の話かな？さあ、目覚めた後は、現実と同じ時間の流れの中で、君の暮らしを楽しんでくれよな。それじゃあまた。夢の中にしか出てこんのかな、トタケケは。もしかして。そういう感じ？一晩中ずっとラジオがかかっとったやな。アイナさん。おーい、アイナさん。起きてるだろもう。起きてたらちょっと外に出てきてほしいだもん。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかさ、ラジオの音なんかずっと流れるんかと思ったらしばらくしたら消えるんやけど、そういうもんなん？放送時間外とかいうこと？